田島高等学校野球部は夏の大会に向けて練習に励んでいます。今年は3年ぶりに単独でチームを結成し、田島高等学校として出場します。せーの、チームの純粋な野球部は6人、その他は陸上部や弓道部の助っ人が試合に出場します。取材に訪れた6月23日はテスト中ということで、練習はおよそ1時間半。選手らはそれぞれの目標を持ち、少ない人数の中で試合を想定しながら練習していました。名前は中田明です。ポジションはピッチャーです。出身中は荒海中学校です。はい、何年生ですか今？3年生です。主将ですか？あ、そうです。はい。な感じで練習臨んでますか？今年田島高校が最後だっていうこともあるので、はい、来年には統合して名前も変わってしまうので、やっぱ最後にふさわしく夏大で
自分たちのチームの目標は一勝なので夏大で一勝なので、やっぱその一勝をするためには日々の努力が欠かせないと思うので、やっぱりそこはしっかりみんなでコミュニケーションを取ったりと、まあ、励まし合って日々の練習に取り組んでます。と自分はストレートでと押していくピッチャーなので、と守備力が自分たちはまだそこまで高くないので、と自分が三振を取ったりして、いかないといけないので、やっぱストレートに磨きをかけて今ピッチング練習をしています。はい、まあ、最後まで諦めずに全力で一勝をつかみ取りたいと思います。3年生の室井陸です。はい、出身中は下郷中学校です。はい、いつから野球部入ってました？高校1年生から、はい、入ってました。その前は何か何だったろうかな。バスケ部やってました。主に練習は今は新しいチームとなって守備面などが低いので低い現状なの でそこをなんとか高めていけるような基礎練などを中心などの練習をやっています。まずは夏大で去年一勝したんで、まずはその今年もその一勝を目指して、できれば2勝目も、しっかり自分がその内野とか全体を見れるポジションであるんで、しっかり声かけをしたり、盛り上げていけるところなどをしっかり盛り上げて、明るい雰囲気で試合中もやっていきたいと思っています。下郷中学校出身です。今3年生で最近始めました。野球？はい。今までは何をして？今までバスケやってたんですけど、野球でもやったことがあるかな？いや、ないですね。初心者で。初心者で？はい。すごい。はい。じゃあかなり自主練しないとね。そうですね。大変です。ああ、そうか。はい。じゃあ頑張って練習を見せてくださいね。はい。1年生です。1年生。名前聞いていいですか？もともと野球が好きで。うん。3ヶ月くらいしか経ってないね、はい、こっち入ってからね。やっぱりまだ守備でチームに貢献できてないので、うん、その一球一球に対する、うん、まあ、執念っていうものを見せていきたいです。はい、じゃあ練習見せてくださいね。はい、パスパス、何年生ですか？1年生です。1年生、はい、名前聞いていいですか？マスコシンです。今年迷わず野球部入った？入りました。はい、はい、教えてください。はい、守備は今まだ自分たちのチームは周りに比べたら低い方なんですけど、はい、これからまあみんなも入った時よりかは全然上手くなっていて、はい、僕も初心者なんですけど、はい、まあ、ある程度できるようになってきて、そこの成長があったと思います。試合出たこととかはなかったですね。なんか地区のなんかソフトみたいなので出たぐらいです。はい、この大会でもう常にもうどこ当たっても絶対勝つっていうぐらいの気持ちで、本当に初戦の石川にも勝てるように頑張っていきたいと思います。はい、どんなことを一番頑張りたいですか？で自分としての課題が今は守備とバントなんですけど、その2つは必ずどっちも決めきれるようにしていきたいと思います。はい、はい、お願いします。高橋翔太郎です。はい、何年生ですか？1年生です。今はショートやってます。ショート、はい、ショートっていうと一番内野で重要だと思うので、はい、うん、内野をまとめる役割としてもエラーとかもしなく声かけもしていきたいと思います。はい、一番大きな目標は夏大一勝です。それを目指してあと残り16日間練習しっかり頑張っていきます。は
助っ人の選手らは選手や監督の熱心さに押され助っ人として出場を決めたと話しています。今の野球部のピッチャーの中田明君に誘われて中学校の時に自分も野球やってたのでやりたいなと思ってやりました。野球やってたんだ。はい、あ、そっか、はい、助っ人としてどこか守るとこ決まってるんですか。はい、ライトを守ります。ライト、はい、こうなんか目標意気込みをちょっと教えてください。はい、試合で必ずヒットを打てるように頑張ります。はい、助っ人何年生ですか。3年生です。3年生、はい、はい、普段は何部。普段は弓道部です。弓道部、はい、はい、こうスケットやるぞってこう決めたい理由は何ですか。はい、ですね、高校時代にいろいろと体験してみたいと思ったため、スケットにも挑戦しようと思い参加しています。って話聞いたの。はい、先生から言われたので、自分から率先してやりたいなと思ったのでやってます。あ、野球の経験はないですね。おお、どこで練習するんですか。ここだけ。ここだけですね。はい、どうですか、助っ人になれそう。なれますね。お、大丈夫です。はい、渡辺瑠衣です。はい、はい、じゃ頑張ってください。はい、はい、あ、最後にどっか守るのか。はい、レフトを守ります。はい、はい、はい、何年生でしょう。3年生です。はい、名前いいですか。中川優斗です。はい、何部ですか。あ、陸上競技部です。陸上、中学校の時に野球部に所属していて、そのまま高校でもちょっと野球と陸上で迷ってて、そこで陸上部に入って、で人が足りないということで、ちょっと野球もやってみようかなと思って助っ人に入りました。どこ守りますか。センターを守ります。はい、ちょっとやってみようっていうのの他にもう少しなんか投資を燃やしたこと。近くで野球部の人たちがもうすごい練習頑張って、自分も、助っ人でやるんだったらもう勝利を目指して頑張ろうと思いました。3年生です。で、部活動は陸上部をしています。陸上部、はい、あれ陸上部だけですか。あ、レスリングも助っ人で参加させてもらってます。あ、僕はベンチですね。ベンチで何かの時に応援とかバット引きとか、やはりそうですね、練習してそれなりにできるようにしたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。助っ人、3年の湯田光太です。誘われてもありて、でもやっぱり積極的にそういう活動していきたいなと思って助っ人に入りました。こんにちは。はい、2年2組の羽賀修也です。ポジションはベンチです。先生や先輩に誘われたのもあるんですけど、その小学校の5、6年生の2年だけソフトボールをやってたのもあって、なんか久しぶりにそのバットやグローブとかボールを使ったその野球っていうものをやってみたいなっていう気持ちも自分の中であったので、助っ人を承認しました。はい、野球部でマネージャーをやっています。はい、受けた理由はやっぱ選手をこうサポートしたいのがあってマネージャーになりました。いや、マネージャーがいなくて困ってたんで、ちょうどは何もやってなかったのでマネージャーをやろうかなと思って。はい、下郷中学校から来ましたムトルルカです。今は野球部のマネージャーをさせていただいております。はい、マネージャーということはこの人、はい、この選手の皆さんのお世話ということですね。どんな仕事なのかな。主にスコアを書いたり、ジャグは私は作ってないんですけど、ボール吹きと、あとは何だろうな、ボール渡しはやってます。あ、そこまでね。はい、はい、マネージャー引き受けた理由は何ですか。家族全員が野球好きってのもあったし、そのみんな何て言うんだろう、野球にこう携わってて、なんか自分だけ野球やってないのはちょっと寂しいっていうか、疎外感があったので、野球部のマネージャーという形で。そうですか。はい、部長さん、はい、はい、やっぱり、
試合練習試合とかを行うと、保護者の方々や、地域の方がやっぱり田島で出場することがすごく、誇りに思ってらっしゃる方すごくいるので、私たちも田島の中で試合ができて、この自分たちの中でやっぱ仲いい生徒たちと思い出がある生徒たちと一緒にできてすごく楽しいなっていう思いでいっぱいでいます、はい、そうですね、田島高校最後になるので、自分たちの悔いのないように思い出になるような試合やってほしいと思います。ノックのちょっと優しい声がちょっと印象的でしたね。クラーとか言わないで。いや、言いますよ。日頃は結構怒ってますので。そうですか、はい、田島高校監督の吉田修平と申します。はい、はい、生徒さんたち面倒見て何年ですか？はい、今田島高校5年目になりました。はい、去年は連合っていうことでしたけど、はい、今年は単独、はい、そうですね、ということで、はい、そのチームについてまず教えてください。はい、はい、田島高校3年ぶりの単独出場になりますが、部員は少ないのですが、今年は助っ人の部員の方々が、協力してくれるということで久々の単独出場になります。また合わせて田島高校として出場する最後の夏の大会なので、なんとか単独チームでという思いがあって、単独チームで出場することができているので、あとはその、せっかく参加してくださる方もいるので、なんとか一勝できるように、頑張っていきたいと思います。はい、これからどんなチームにしたいかっていうか、今のチームと。そうですね、はい、そんな、伸びしろしかないチームだと思うので、一戦一戦、その一瞬一瞬成長していけるチームにしていきたいなと思いますし、これからまだ夏の大会までもう少ししか時間ないのですが、そのもう少しの中でもすごく成長できるチームだと思っておりますので、彼らの成長に期待しながら、ここも練習頑張りたいと思います。選手たち一生懸命やっておりますので、指導者も保護者の皆さんも学校の先生方もみんな一体となって田島高校を盛り上げていきたいなと、野球部から学校を盛り上げるということで、みんなで一丸となって戦っていきたいなと思っております。はい、初戦は県立石川高校ということで、石川高校さんも部員は少ないみたいなんですが、一人一人すごく力のあるチームだと聞いておりますので、私たち個人の力では勝てませんので、それこそチームの団結力で、チーム力で勝負したいなと思っております。はい、応援してます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。一球一球丁寧に投げて打って初戦を突破してください。田島高校です。今年は田島高校最後の夏大会となります。部員も少ない中、助っ人を入れての出場となりますが、精一杯頑張っていきたいと思います。絶対勝つぞ。よし、よし、危ない。